はい、どうも、うみです。本日は開けてはいけない扉というゲームをやっていこうと思います。私はなんでクリスマスイブに開けてはいけない扉を開けようとしているんでしょうか。ではやっていきましょう、ニューゲーム。いやでもね、新しい扉を開けるかもしれないからね。これでいらっしゃい、お、いらっしゃい、お父さんとお母さんかな、美人お母さん。こんにちは、お招きありがとう。引っ越したばかりなのによかったの？あ、いらっしゃいとか言うわけないか、お母さんが。いいのいいの。あ、まだあちこち段ボール積んであるけど気にしないでね。ほら、あなたもご挨拶なさい。うん、ありがとう、おば。おばありがとう、姉さん。うむうむ、ゆっくりしていきなさい。親戚かなんかかな。ねえ、お家の中を見て回ってもいい？こら、お夕飯のお手伝いしなくちゃでしょ。いいよいいよ、存分に見て回りなさい。いいの？やったー。かわいいね、この子。もう悪いわね。いいのいいの。おお、すっごいいいおばさんお姉さん。じゃあ見て回る。この家に開けてはいけない扉あるの？大丈夫かな。おや、皮むきを手伝ってくれるのかい？いや、ちょっと待って。うんうん、ゆっくり家だからね、最悪だな。あ、布団が2つ敷いてある。今日はこの部屋に泊まえてもらえるみたいだ。あー、なるほどなるほど。じゃあ見て回る。変なところをいじらないようにね。了解。ここら辺ない。面白いものあった？ない、なんもない、まだ。すげえな、コンビニみたい。なんかここコンビニみたいな、なんか棚があるよ。段ボールが山積みになっている。まだ引っ越してきたばかりなんだよね。お、本棚だ。難しそうな本がたくさん入っている。じゃあもう皮むき手伝ってみる？うん、一回手伝ってみよう。おや、はい。ははありがとう。ゆっくりしてっていいよ。ない、なんやねん。なんやねん。結局手伝わしてくれんのかい。なんで聞いた。じゃあちょっとセーブしとこう。はい、セーブして。名前はないのか。こう髪飾りがすごい可愛い。おば、姉さんの夫婦の寝室みたいだ。あー、なるほど。入るのはやめておこう。姉さん、あ、姉さん夫婦で、あ、そう、あ、そうだね。あさっきおばさんって言おうとして止められたもんね。お手洗いのようだ。この子のお姉ちゃんってわけじゃないね。洗面所と浴室のようだ。あー、入れないんだ、中は。ここ？この部屋は何だろう。うわ、ここじゃない、開かずの間。来たよ、なんか。あー、そこは開けないでほしいかな。ごめんなさい。エロ本がめっちゃあるんじゃないの、そこはね。開けてはいけない扉なんだ。怖え言い方すんな、その笑顔で。その笑顔が怖いもん。さ、向こうへ行こうか。はーい。まあ、そんなこと言われたらね、もうこんな好奇心旺盛な年頃の女の子は行きたくなるよ。うわ、何も言わんくなった絶対エロ本隠し持ってる、あそこ。エロ本しかない部屋じゃないの。あ、ちょっと待ってね。あ、はい、じゃあ夕飯にしましょう。よし、来た。さあ食べましょう。うわ、すっげえ、なんだ、 RPG の世界のご飯みたいななんかあんま健康に良さそう。いや、そうでもないか。ケーキとフルーツ、すっげえな、豪華。いただきます、いただきます、いただきます。あ、ちょっと気になってるんじゃない。ごちそうさまでした。気になるよね、私も気になる。お皿下げちゃいなさい。あ、私のだけ、これ。下げれない。ねえ、さっき開けてはいけない扉を開けられちゃいそうだった。話してる。あ、何この顔、悪い顔してるよあからさまに悪い顔して。でも、こっちの奥さんも知ってるってことはエロ本ではないか。あ、もう入れない。ちょ、寝室行こう、この二人の。怪しいんじゃない？あ、ない。じゃあ行くしかないか。セーブしとこう。はい、中に何があるんだろう、すごく気になる。来た、奥さんが来た。今度は何？ダメよ、ここは開けてはいけない扉なのよ。う、お風呂入ってきちゃいなさいな。あ、あれ、顔が戻った。ちょっと今私発音がすごい変になっちゃったけど。はーい。ふう、さっぱりした。開けてはいけない扉、やっぱり気になるな。でもね、ここまで言われてまだ開けようとするこの子の勇気もすごいよねいるよ、すぐそこに。大丈夫？
中から聞こえる。あからさまにやべえ声聞こえたんだけど。あーやっぱ怖いよね。奥さんじゃないの？笑ってたの。いないからそこに。おーお母さん。何よ、よそのお家でお騒がしくしちゃダメよ。開けてはいけない扉の中から不気味な笑い声が聞こえたの。ねえなんか怖いよ。開けてはいけない扉のところに行ってからおじさんもおば姉さんも様子が変なんだよ。これ絶対わざとでしょ、毎回おばっていうの。今日は泊まらないで帰ることはできないの？お母さん。なんかお母さんも知ってそうじゃない？私もついてるし心配いらないわ。できたばかりの家にそんな怖いことがあるわけないじゃない。でもほらほら寝て怖いことは忘れちゃいますましょう。うん。で寝れないよね、怖かったら。お手洗い、うわ最悪のタイミング。マジマジで行く？え、ちょっと帰ろう。帰れないか。やだな、行きたくないな、怖えな。ちょっと待って、ここいる？いない。ちょ見よう、確かめよう。おトイレこっちだよね。お、はいや、高速だね。なぜ行く？すげ、あ、セーブ自動的に。開けたら多分なんかあると思うけど、まず開けないエンド見てみよう。やっぱり怖いしやめておこう。お布団に戻って寝よう。何もなかった。平和エンドだ。お世話になったわね。いえいえ全然、また来てね。いつでもどうぞ。ほらご挨拶は？お世話になりました。また怪しい顔になってる。楽しかったかしら？ええ、とても。そう、よかったわ。またね。ええ、またね。何もわからないエンド。いやー、これはこれでめちゃくちゃ気になるから、全然ハッピーではない。ハッピーエンドなのかどうかもわかんないけど、いや、ありがとうございました。いい感じのゾクゾクする感じがいいね。はい、じゃあ開けていきましょう。開ける。多分大したことはないと思いたい。あ、ほらほら漫画がたくさん。あ、男の人と男の人が。そういうこと。あ、ダウンローディング。おっと、いえいえ全然、また来てね。いつでもどうぞ。でもさ、このお父さんもそのこと知ってるんでしょ？あ、じゃあお互いあれ不女子不男子だったみたいな。ほらご挨拶は？お世話になりました。楽しかったかしら？とても。そう、よかったわ。またね。またね。おお、一緒。あ、なんだ、そう、事実真実を知って終わるってことだね。あ、なるほどなるほど。いや本当に開けてはいけない扉、そんな大したことなかったな。てかむしろ新しい扉開けてよかったんじゃないの、あの子。絶対あの子これからね BL 街道まっしぐらだと思うんで、もう超不女子に進化することでしょう。いや平和だな。